に合わせてこのように大きな木のようにしていきます。初めてでしょ。ある時はパーなんですけど、相手が取ってない時はグーにします。よろしいですか。ある時はパー、ない時はグー。ある時はパー、ない時はグーね。このお墓もいつでも好きな時にお互い取っておくれやす。で、あるのにグーしてしまったり、ないのにパーをすると負けになります。あの単純なルールは単純だけど、さっき言ったように、うん、あんまり偏差値高いと失敗するから考えすぎないこと。偏差値高い。ちょっとサンプルは、はい、せーの、はい、1、2、3、どうぞ。ゲモクさんは練習してみるから上手なんですよ。偏差値が高い人とは関係ありません。誤解論になります。わかった？よし、まずね、